Go!Carチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。もう年末でございます。早いですねっていつも言ってますけれども、まあ皆さん言ってると思うんですが、年末ということで今年も、Go!Car of the Year、これをやらないかというふうに思っております。まあいつもと同じなんですけれども、昨年2018年の12月から今年の2019年の11月までにこのGo!Carチャンネルで、ご紹介をして試乗をした車、中には解説だけで試乗してない車がありますけれども、それは入れずに試乗した車だけで、をノミネート者といたしまして、この中から私が勝手に独断と偏見で、Go!Car of the Yearを決めようという勝手な企画でございます。で、全部で、何台あったかなと思いましたら、45台ありました。昨年47台だったんですが、ちょっと2台ぐらい減りまして、45台、ありますので、その45台を、この後、VTR にまとめますので、それをご覧いただきたいと思います。昨年もそうだったんですが、視聴者の方もぜひ、このノミネート者の中から、この車こそ、私のカーブザイヤーだっていうのをですね、ぜひ書き込んでください。それ書き込みを見て、また、こういった車が非常に今、視聴者の皆さん、気にしてるんだなとか人気なんだなっていうのを私も、一つの勉強としたいなと思ってますので、ぜひ皆さん、積極的に、マイカーオブザイヤーを、書き込みしていただきたいなというふうに思っております。では、その45台を今からご覧ください。